ダーラムニューハンプシャー大学駅はアメリカ合衆国ニューハンプシャー州ダーラムデポロード3にある駅。全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。ダーラムニューハンプシャー大学駅はニューハンプシャー大学のキャンパス内に位置している。ダウンイースター号は学生と教員に非常に人気である。秋には紅葉により豊かなオレンジ、黄色、金色、 および赤の束の間のモザイクを生成するように見事な景色を見せる。旅客鉄道支援団体のトレインライダーズノースイーストのボランティアが列車、駅、沿線の街についての有益なアドバイスをしている。駅はメインストリートをくぐる地下道のすぐ北に位置しており、大学の主要な講義旨や学生寮のほとんどは徒歩圏内にある。駅舎は1912年に ボストンメイン鉄道によって建設され、現地で平屋の建物を一度バラシサイド組み立てている。アムトラックの停車する列車は、下記の通り。当駅から乗車できるバスは、以下の通り。ニューハンプシャー大学。ありがとうございます。